ヘロー、 It's me。 はい、2022年1月の5日でございます。明けましておめでとうございます。はい、今年もですね、またこのマウント乗鞍スノーリゾート、はい、こちらにお世話になっております。はい、今ゆらり、今年はあの寮がここでね、非常にこう快適に過ごさせていただきます。はい、これ金吉ね。はい、金吉。はい、吉井さんのお袋さんが働いてる金吉。はい、実はね今日あのスキー場ね、朝風が強くてね、お休みになっちゃいました。クローズになっちゃったんですね。でまあちょっと今はねこんな穏やかなんだけど、朝すごい風が強くてクローズになってね、今、まあ、ちょっと時間があるんで、まあ今年初めのまあ企画としてねちょっとこの上のね、あの休暇村まで行って、ちょっとあの去年から、やってます。エアボードをね、あ、車来た、お客さんね、一応来るんだね、やっぱね。もうクローズ出てんだけどさ、来るんだよね。で、ちょっとね、あともう5分ぐらいでね、バス来ると思います。はい、これ、はい、スキー場前。あと5分ぐらいでね、バスが来ると思うんですね。で、ちょっとこの上まで行って、休暇村まで行って、はい。で、休暇村はね、今年はやってません。だからそこをちょっと行って、まあ、偵察があったらね、ちょっと行って、で、エアボードできそうなところをね、ちょっと、偵察しに行こうかなと、そう思ってますね。はい。ね、ほら、今年はね、もう本当雪がね、たくさん降って、もう鳥居尾根も今週末からオープンしますね。いつもね、あれはね、まあ20日ぐらいなんだよね。まあ去年あそこ、ほら、覚えてます下りましたよね。あそこね、怖いもしましたけどもね。はい。まあそういうことでね、また、4月の頭まで、この、場所でいて、で、4月の中旬以降、また上高地に戻ろうと思ってますんでね。まあ、その間、いろんなこうウィンタースポーツを、お届けできたらということでございます。はい。またどうなるか分かんないね。まあ、おととしはちょっとね、ここで大怪我したもんですからね。どうなるか分かんないですけども、まあ、無事にね、また上高地まで戻れますようにということです。はい。じゃあ、とりあえず、これから、はい、行ってきます。はい。今年もよろしくお願いいたします。ではでは。